ガソリンスタンドに食パン屋さんがある。いいですか。超別に。食べて。3軒行ったんですね。うん、4軒目や、4軒で、次、長野坊が5軒目や。ほら、ピーちゃんお食べ。え、ピーちゃんって言った？ピーちゃん。ピーちゃん言う。これすごいで、母上米からやってるから。え？米から育ててるから。ね、この一番美味しそうじゃない入れ方。絶対嫌やでな。いや、そんなにすよ。うん、美味しそう。どれ？これじゃない？これだ、これ。これだな。どっちだ？え？これだな。おーって言ってもらった。でもちゃんとこれだわ。こっち苦味のパンチ効いてるから、うん、この苦、うん、これがあの苦いのも好きだから、朝日でもね、あれだけど。こいつが3位？かの？3位。これがドベ。1、2、3。ちゃん、東京では味わわれへん風景でしょ。いや、でも、うち田舎だから。昔は、日課ぼっかりスカジャン飲みやから。俺、絶対短パンとか履かんかったもん。そんなお前、小学生が言うてたのに、今短パンしか履くんからね。ほぼ小学校の時、みんな飛び降りるとこ。根性試しに。結構、浅い。そう、めっちゃ綺麗だな。ここに飛び降りるんじゃなくて、ここに飛び降りるだけやから。あ、こっちにいる。ただただみんな、あそこに行きます。あ、魚いる。水きれいもんね。お、魚いっぱいいる。お前な、こんなきれいだったよな。あ、ほか、お前ここ洗剤だらけやったよ。いや、昔泳いでたもん。